うん、皆さんこんにちは。 今回は強くないけど好評なツム7戦ってことで、皆さんツムツムいろんなツムがない登場してますけど、強いツムって何でしょうかまあ、ヒットなの,のガストン、時代スコア出しでシンデレラとかだと思います。逆に弱いツム、補正がひどいやつとか、なんかそんな、そんな稼がないなとかいると思うんですけど、時々スキルの使用とかのおかげで、弱いっていうか対して強くない、稼げて頑張っても6戦 5000コイン止まりぐらい。でも、楽しいからいいよねっていうツムも結構いるかと思います。ってことで、今回僕が選んだ、そんな強くないけど、まあ、当たりツムとして言われてるよねっていうツムたちを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。 まず、ブギーですね。こいつはもう、この業界代表って感じですよね。スキルはランダムショクなんですけど、低スキルから35とか出せますし、逆に高スキルでも21とか、えー、全然消さないっていうツムですね。まあ、ただこのツムは楽しいからっていうよりも、普通に使ってて強いんですよね。振り直しが一回できるので。はい、まあでも、このツムが嫌いだっていう人は本当に見たことがありませんね。 この二人はスキル一緒なのでまとめて紹介したいと思います。スキルは特殊なボムが出てきていっぱいチェーンをするんですけど、チェーンというかいっぱい消すチェーンして消すんですけど、まあ、この仕様分かる人います僕全然分かんないんですけど、えー、うまくいったら低スキルからでも35とか、えー、消すことができます。まあ、さっきの武器と同じ感じですよね。やっぱ低スキルからこう安定はしないけど大量勝負が狙えるツムっていうのがやっぱいいかなって思いますね。 続いては D23 スペシャルミッキー。もうこれは、もうこれ嫌いな人おるんかと。スペシャルミッキーってその虹が出てもそんなにぶっちゃけ強くないです。虹が出なきゃ無論強くありません。でもみんな使うんですよね。Twitter とか誰か一人は D23 虹出た報告 <laughs> してますからね。まあ、そんぐらいね、もう人気なツムだと思います。 続いてビジョンですね。スキルは広範囲に消すビジョンが発生します。で、このビジョンもスキルゲージに溜まってチェーンもできますと。なんでスキル間だとね、高確率でスキルループができます。その代わりコイン補正がついてます。なで頑張っても、まあ、6000コインが限界かなって感じですね。ただガストンみたいに確定でスキルループしないので、そこら辺が面白さになっているのかなと思います。 続いては、ほこみ。僕が一番好きなツムなんですけど、まず、盤面のミッキーが合うほど、ミニーが増えると。で、これにコインプラス蘇生があるので、いっぺんにめっちゃコインがね、手に入れることができます。とはいえ、別にこれも平均40から50ぐらいでスキルマンになっても。でも、いっぺんに手に入るコインがね、これたまらんのですよ。 ついでジャックジャックですね。これはもう普通に強いんですよね。もう腕、軽練させてやれば、まあ35タップぐらい行くんで、まあ、それだと低スキルでも30消去とかしてくれます。つむつむ業界をね、盛り上げた、えー、つむの一体なんじゃないでしょうか。 続いて、海魔女アースラ。これはもう超運ゲー積む。そして、低スキル型だとほとんど高笑いしないし、雷もそこまでなりません。だって、この積むを楽しむには、スキル間前提になってくるんですけど、まあ、スキル間になって、初動で高笑いとかしたらだいたいスキルループとかも発生するので、マジでうまくいったら8000とか、うまくいかなかったら、ま、5000。 はいって感じですかね。まあ他にもこのツムそんな強くないけど楽しいよとか、えー、あると思いますのでコメント欄とかでぜひぜひお願いします。でこれで運営さんに伝えたいのは別に強いツムだけにこだわらなくてもこういうツムを出したらツムツムやってる人は喜びますよ。なんで、えー、新ツム制作頑張ってください。ということで今回の動画は以上になります。よかったらチャンネル登録や高評価などお願いします。それでは。